皆さんおはようございます。今日は私のエッセン RR バイクのご紹介をさせていただこうと思います。このバイクは M パッケージの DTC 付きモデルになります。サスペンションがどうやら DTC 付きなしで黒と金と色が違うようです。まずは全体的な外装からご紹介させてもらいます。まずはフロント M のカーボンフェンダー1点入っております。そしてペアでリアのカーボンフェンダー、ここに M マークのロゴがありますね。で、このカーボンフェンダーのセットを頼みますと、ここのチェーンガードも一緒にオプションでついてきます。この2つが2点ワンセットということですね。で、サイドカーボンタンクのカバーですね。ウェブカタログの方にはここは画像載ってるんですけれども、実は上のこの蓋のカーボン、これもついてきます。そしてその横カーボンフェアリングですね。ここが地味にカーボンに変わりますと、結構レーシーに締まって全体が黒く締まりますので、少しおすすめだと思います。で、サイド周りフレームスライダーですね。これはアイラさんなんですけれども、非常にスリムな形でかっこいいです。赤いリングが非常にかっこよく、小さい中にもデザイン性がありというところです。僕これ大好きですね。そのまま左へ、はい、M フットレストアッセンブリー。このヒールガードもカーボンになって、ここに青色の金属が来ますので、見た感じは結構変わります。非常にレーシーになりますね。で、ステップの踏み心地も非常にしっかりしておりますので、いい商品かと思います。ちなみにマフラーはノーマルです。非常にショートの短いサイレンサーがついてますので、キュッと締まって意外とかっこいいです。バランスも非常にいいですね。ハンドル周りはですね、このハンドルのグリップのカバー、これは非常に1000円ちょっとで擦れ防止のために非常にいいと思います。で、ブレーキガード、クラッチの方は入れてませんけれども、このブレーキガードは意外とレーシーさが出ますのでおすすめです。そして M の点灯式のブレーキレバー、反対にクラッチ側の点灯式のレバーも入れております。そしてパッと見てわからないと思いますけれども、ここステッカーチューン、ステッカーチューンは重要です。非常にかっこよくなります。これ一番かっこいいかもしれませんね。この M のシートとステッカー結構映えますね。全体的にはコーティングをかけさせていただいております。バイクでコーティングということは初めてなんですけれども、こういう平面のタンクやカーボンに非常にツヤが出て、蛍光灯とかですね、ライトの下では非常にこの光が映えますので、汚れ防止も踏まえましておすすめかと思います。はい、では私のバイクの簡単なご紹介を終了させていただきます。皆さん、今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。